中国は政治体制も考えも異なる国です。不動さんが主張する民間の外交はそれでも実現できるとお考えですか？かなり難しい話だと私は思っています。しかし私はそれでもできると思います。ちょっと昔の話をします。2012年、皆さんご存知の方もいらっしゃると思いますが、尖閣諸島の対立がありました。その時私はワシントンにいたのですが、帰国して驚いたことがあるんですね。世界では私がワシントンに行った時、その日本と中国が紛争を起こすんではないかということが毎日報道されていました。しかし日本ではほとんどそうした議論がなかったんですね。で、私はどうしてなんだろうと、その多くの人たち友人に聞いたんですが、もし議論してしまうと尖閣諸島との領土問題を認めることになってしまう、それを外務省が止めているという話がありました。私はそれがおかしいと思ったんですね。私は領土問題は中国に譲る気持ちは全くありませんし、あれを日本の領土だと私は思っています。しかしそれ以上にこの地域の紛争は止めなくてはと私は思ったのです。その後ドラマのような展開で私は必死でした。なんとかこの状況を民間の力で止めたい、そう思いました。中国の外務大臣に直談判をして、徹夜で日本と中国で協議を行いました。そして戦争につながる行動はしないという不戦の誓いを民間レベルで合意し、世界に公表したのです。そのことは多くのメディアで取り上げられましたし、また TBS というテレビ局のドキュメンタリー番組で取り上げられましたので、記録が残っていると思いますが、私たちにとっては本当に真剣だったわけですね。ただこの私たちの取り組みを通じて今一番に皆さんに知ってほしいことはたった一つなんです。それはこのアジアや世界のどんな困難もですね、我々市民民間でもある程度のことができるということです。私は今がその時だと思っているのです。来月12月7日8日に18回目の中国との対話が行われます。ここで国道さん、何を実現されたいのでしょうか？私は2つのことを実現したいと思って準備を今進めています。一つはロシアのウクライナ侵略に対して、この民間の舞台になるんですが、日本と中国が反対の声を揃って上げたいと、そう思っています。国連憲章、皆さんご存知のようにですね、平和のと安定のために世界が協力して取り組むということが書かれています。しかし中国は残念ながら、この国連憲章を守ると言いながら、ロシアの制裁でもですね、それに反対して曖昧な姿勢を見せていました。しかし今直面しているのは、この国連憲章がその国連の常任理事国であるロシアの侵略で決定的な打撃を受けて、そして機能しなくなっているということなのです。これは中国に協力してもらうしかないと私は考えているわけです。この間、この問題、私は中国と非公式に何度も協議してきました。世界では、この中国とロシアが連携しているのではないかという心配する声があります。私もそう思った時はあります。しかし、どうしても中国がこのロシアの侵略に対してノーと言ってくれないとですね、世界の平和秩序は修復できないと私は考えたのです。そしてそのことを私はどうしても今年の12月の我々の対話でこの話をしたいと中国に何回も言いました。そして中国はそれに応じてくれたのです。私たちの北京東京フォーラムでは、この世界の平和秩序の修復がメインテーマになりました。そしてそのための特別対話を設置することに合意したのです。もう一つ実現したいことは何でしょうか？それは台湾海峡の問題です。これが私たちの重要なもう一つのテーマになっています。この問題もですね、中国の間で話をしました。中国にとってはこの台湾問題は内戦問題であり、あまり議論してほしくないという話なんですが、私はこの地域の紛争を回避するためにどうしてもこの問題は議論しなきゃいけないということを中国側と協議し、そしてこの問題を安全保障と政治問題の会議で議論することになったわけです。この台湾環境で紛争をどう回避するのか、そして将来的にこの北東アジアの平和をどのように実現するのか、まさにこうした課題で民間のレベルですが、日本と中国が真っ向から話し合うことになると思います。私たちはすでに先ほど来言っているように不戦の誓いを中国との間で合意しました。しかし両国の緊張は高まっています。これを冷静に話し合う舞台がどうしても今
日本と中国の間で必要なのです。それを私は政府間に先駆けて民間の場で実現したいと思っています。私たちのこの会議には両国から約100人が出席することになっています。私たちは本気でこの地域の平和を守るための努力を民間でまず始めたいと思っています。私たちの中国との本格的な議論はアジアの平和を守るために行われます。この議論はオンラインでご視聴いただけます。また私たちの平和に向けた取り組みは多くの方のご支援が必要です。ふるさと納税制度を活用したご寄付にご協力くださいますようぜひお願いいたします。 YouTube の概要欄かゲヌルピオのホームページからお申し込みください。よろしくお願いいたします。